イロハ。何でもありません。時は天明7年、先の日の輪の国での大乱と時を同じくして老中田沼意次が失脚、新たに老中の任についた松平定信により官制の改革が執り行われた。しかし各地の飢饉や大火、打ち壊しによる混乱は消滅を極め、悪鬼邪気ともいえる暗雲は今や日の本全土を大湾としていた。一方奥州の村では、心優しい若者と彼を旦那様と呼び慕ういろはの二人は幸せな日々を過ごしていた。だが世の混迷の影響は二人の住む村にも及ぶ。この機運に邪悪な力を感じたイロハは、幸せな生活を守るためその根源を断つことを決意し、若者の手を握り告げる。必ずお守りします。だから私のわがままに付き合ってくれませんか。二人は旅立つ。人知れず世界を救う旅へ。ガレオン戦場。正義が俺を呼んでいる。さあ行くぜパピー。イロハ VS ガルフォード、いざ尋常に1本目勝負。静止グレ勝者イロハ。旦那様、もう少しお待ちください。2本目勝負。えい、カタキリセイ。えい、セイ。ふっ、ヤッホッ、ハッサーブレイ。セイヘッ、ハッサーブレイ。えい、ヘッ、ハッサーブレイ。イロハ。旦那様のためにも負けられません。お互いに大切な人のために頑張りましょうね、パピーさん。うずき。あんたもこの先に用事かい？奇遇だね。俺もさ。イロハ VS 徳川義虎、いざ尋常に一本目勝負。つるしぐれ、せい。カタキリ、カタキリ、ふっ、よっ。つるしぐれ、えい。しゃあ。つるしぐれ、ふっ、つるしぐれ、はい。
勝者イロハ。あ、旦那様、もう少しお待ちください。2本目勝負。勝者イロハ。見ててくれましたか？噂通り素敵な方でしたね。まあ旦那様にはかないませんけど。カムイコタン。カムイの戦士の名にかけてこの先には行かせません。イロハ VS ナコルル、いざ尋常に一本目勝負。勝者イロハ。あ、旦那様、もう少しお待ちください。2本目勝負。カタキリ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 ヤッハ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 ッ、つゆしぐれ、勝者イロハ。旦那様のためにも負けられません。やっぱり暴力はいけないと思います。憎し。味方ヶ原。私を呼んだのはお前。
イロハバーサス四季、いざ尋常に一本目勝負。片切り勝者イロハ。見ててくれましたか？大丈夫ですよ旦那様、かすり傷一つありませんから。芝居小屋。ここで出会ったのも何かの縁。わしの舞、とくとその身に刻み込め。イロハバーサス千両京四郎、いざ尋常に一本目勝負。京四郎。この京四郎、甘くはないわ。最終戦、勝負。私もお守りします。勝者
イロハ。見ててくれましたか？あれが歌舞伎ですか。楽しそう。今度見に行きましょうよ、旦那様。グリーンヘル。イロハバーサスタムタム、いざ尋常に一本目勝負。バグナボエイチガレ、バグナディアヤエイチ、エイチガレヤ、バグナディアフッフッ、バグナディアカタキリカタキリヤフッ、カタキリカタキリヤッセイ、ヤッセイ、勝者イロハ。あ、旦那様、もう少しお待ちください。二本目勝負。様のためにも負けられません。グリーンヘルって聞いたことないですね。どんなところなんでしょうね、旦那様。最初はわずかな影響でしかなかった。これが明らかに不自然と認識できた頃、その暗い怨念は最悪となり、日の本全土を急速に飲み込んでいった。熊の鼓動。売られた喧嘩は買う主義でね。覚悟してくれよ。イロハバーサスダーリーダガー、いざ尋常に一本目勝負。やっ、どうしてもカタキリえいやっ、こっちだ。せいカタキリやっ、カタキリせいやっ、せいやっ、やっ、キャッチエムドンディディッせいこっちだ。やっ、カタキリせい、カタキリ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 、えい、せい、えい、カタキリ、カタキリ、さあ、勝
勝者イロハ。二本目、勝負。せい、カタキリ、ヤッホー、カタキリ、えい、せい。旦那様のためにも負けられません。私ももう少し鍛えてあんな感じになればもっと旦那様の力になれますね。日光妖滅師さん、私人には迷惑をかけていませんので見逃してくれませんよね。分かってます。では覚悟してください。人を襲わないのであれば戦うつもりなんて聞いてない。イロハ VS マジキナミナ、いざ尋常に一本目勝負。2本目、勝負。旦那様のためにも負けられません。旦那様、すぐにここを離れましょう。妖滅師さんも弓も苦手なんです。何もかも消えてなくなればいい。静か千年桜。
あの方、思い出せない。誰か、私を。初めて会ったはずなのに胸が苦しい。あなた、何かに苦しんでるの？イロハ VS 静か御前、いざ尋常に一本目、勝負。許せぬ。この世が、そなたが。憎い。私は何をしているの？どうして忘れていたのかしら。辛く苦しいこともあったけど、幸せな思い出もたくさんあったわ。あなたが私を苦しみから解放してくれたのですね。ありがとう。これでやっ向こう側へ行けます。しずやしず、しずの大だまき繰り返し、昔を今になすよしもがな。
一面に咲く桜の中にイロハは立っていた。その綺麗な景色に心を奪われる。イロハは頭についた花弁を取り、この光景を忘れぬようにと花びらをぎゅっと握りしめた。村に戻る道中、上機嫌で歩くイロハが振り返ると、若者が空を見上げ立ち止まっていた。その視線の先には雲一つない青空が広がっている。イロハは空に見とれる若者へ声をかけた。村へと戻り、いくつきかの時が流れた。平穏が戻った村で、若者は畑仕事に精を出す。イロハはそんな若者をかいがいしく世話をする。幸せな日常がそこにはあった。二人が守り抜いたかけがえのない日常が。I won't tell.
今度は邪気とか関係なく各地を回ってみたいですね、旦那様。サムライショーダウン